マイケル・ストーン・ブレイカーはデータベースの研究開発で知られた計算機科学者である。関係データベース業界に多大な影響を与えた。アンドラ、イラストラ、コヒーレ、ストリームベスといったシステム構築に携わり、かつてはインフォーミックスの CTO も務めた。また、リーディングスインデータベースシステムズの著者としても知られている。1965年。 プリンストン大学で学士号を取得し、ミシガン大学で修士号と博士号を取得した。1994年、アソシエーション・フォー・コンピューティング・マシーナリーのフェローに選ばれた。1997年、全米技術アカデミー会員となった。29年間カリフォルニア大学バークレー校で、計算機科学の教授を務め、そこでアングラやポストズという関係データベースシステムを、 開発した。2015年現在は、マサチューセッツ工科大学の非常勤教授であり、オーロラ、C ストア、H ストア、モルフェウス、シードブといったシステム開発に参加している。ストーンブレーカーの経歴は、バークレーでの関係データベース開発と MIT での新たなデータ管理システム開発に大きく分けられる。1971年、 カリフォルニア大学バークレー校の助教授となった。そこでアングラとポストズという先駆的な関係データベースを開発した。アングラ1973年、ストーンブレーカーと同僚のユージーンウォンは、エドガー・エフコットが発表した一連の論文を読み、関係データベース管理システムの研究を開始した。当初そのプロジェクトは、アングラと称し、IBM のシステム R と共に関係モデルの 実用的かつ効率的な実装が可能であることを知らしめたシステムとなった。B 機の採用、レプリケーション、データ完全性を保証する制約など、アングラで導入されたアイデアはその後の RDBMS で広く採用された。また、トランザクション処理性能を保てるロック機構について様々な実験を行った。1970年代中盤。 学生プログラマーを使って実用可能なシステムを完成させた。アングラは DEC のマシンのユニックス上で動作するものだったためメインフレームで動作する IBM のシステム R に比較するとローエンドであるとみなされた。しかし1980年代初め、それらローエンド機の性能と機能は IBM のメインフレームに迫るようになり、 アングラも立派な商用アプリケーションと見られるようになった。アングラは BSD ライセンスの派生ライセンス条件で低料金で提供され、すぐさま複数の企業がこれをベースとした製品を作るようになった。ストーンブレーカー自身も1982年にアングラコーポレーションを設立。同社は後にコンピューターソシエーツに買収されたが、2005年に独立企業として 再設立された。アングラをベースとして設立された。他の企業としては、ストーンブレーカーの下で学んだロバート・エプスタインが創業したサイベースなどがある。サイベースのソフトウェアは後に、マイクロソフト SQL サーバーのベースとなった。ポストズ・アングラ創業後ストーンブレーカーは、関係モデルの限界に着目したアングラの後継システム開発を開始し、そのプロジェクトをポストズと名付けた。 ポスト図では複雑なデータ型をサポートするよう設計し、最終的な性能も向上させている。ポスト図は各フィールドが複雑なデータ型を扱えるオブジェクト関係プログラミングモデルを提供し、ユーザーは新たなデータ型を作り、それを扱う関数をプログラミング可能となっていた。また様々な拡張が可能で、クエリ最適化、クエリ言語そのもの、 作品フレームワークなど様々な部分の改造、拡張要因になっていた。これにより使いやすさと性能が向上し、地理情報システムの機能や時系列処理の機能をデータベース内に組み込む応用も生まれた。これは商用データベース市場を大きく広げることに貢献している。ポスト図も BSD 風ライセンスで配布され、そのコードは 今日のフリーソフトウェアポストグレスクルの基盤となった。ポストグレスクルをベースとして創業した企業としては、アスターデータシステムズ、エンタープライズドブ、グリーンプラムなどがある。ストーンブレーカー自身もその高度の商業化を目指し、イラストラを創業。1996年、インフォーミックスがイラストラを買収した。ストーンブレーカーは、インフォーミックスの CTO となり、2000年9月まで、 その役職を務めていた。インフォーミックスは、イラストラの O、R マッピングとダタブレード機能を主力製品に組み込んだ。マリーポサとコヒーレその後、広域分散データベースを研究するマリーポサプロジェクトを開始した。これを商業化するため、1990年代後半、コヒーレ社を設立した。マリーポサの背後にある考え方は、資源取引の経済モデルにおいて、 様々な組織に分散して存在するデータを統合し、一つの関係インターフェースから問い合わせられる、要連合データベースを構築するというものだった。コヒーレは当初マリポサプロジェクトのアイデアの商業化を目的としていたが、その連合データ統合エンジン上に実装された B2 バイトのカタログ管理アプリケーションに注力するようになっていった。コヒーレの知的資産は、 最終的に2001年8月にピープルソフトに買収され、同社のエンタープライズカタログマネージメントの基盤となった。その後ピープルソフトは2004年にオラクルに買収された。2001年にマサチューセッツ工科大学に移ると、新たに一連の研究プロジェクトを開始し、いくつかの企業も創業している。オーロラとストリームベスオーロラプロジェクトでは、ブランダイス大学及び、 ブラウン大学と共同で新たなデータモデルとクエリ言語を使ったストリーミングデータのためのデータ管理に注力している。データをレコード単位で取り出して処理する関係データベースとは異なり外部データ源から非同期に到着するデータを扱うことに主眼を置いている。ストーンブレーカーはこれを商用化する目的でストリームベースシステムズ社を設立した。 C ストアとパーチカ2005年に開始した C ストアプロジェクトではブランダイス大学、ブラウン大学、マサチューセッツボストン大学とともにデータウェアハウス向けの並列、非共有型列思考 DBMS を開発した C ストアでは列に分けてデータを格納することで IO を削減し通常のデータベースよりもデータ格納密度を高めている2005年 シーストアを商業化すべくバーチカを創業した。モルフェウスと交尾2006年、フロリダ大学と共にモルフェウスプロジェクトを開始。モルフェウスは、複数のデータ玄関のデータ変換を調停するデータ、統合システムである。ウェブサイトや、ウェブサービスでのインターフェースを提供することを意図しており、複数のサービスの統合インターフェースを提供したり、 複数のサービスの検索を可能にしたりといった用途がある。2009年、モルフェウスのアイデアに基づいたローカル検索会社ゴービーを創業した。H ストアとボルテード部2007年、ブラウン大学、イエール大学と共同で H ストアプロジェクトを開始。非常に高スループットな分散インメモリ型オルトップシステムである。2009年、H ストアのアイデアに基づいた ボルテード部を創業、CTO を務めている。シドブ2008年、ブラウン大学、ポートランド州立大学、SLAC、ワシントン大学、ウィスコンシン大学マディソン校と共同で、シドブプロジェクトを開始。科学研究向けに特化した、オープンソースの DBMS を開発している。ノーズキール2010年から2011年にかけては、 ノーズギール運動の評論家のような活動もしている。タムル2013年にハーブ・イリアスとアンディ・パーマーと共にタムルと呼ばれる別の企業を設立した。タムルはマサチューセッツ州ケンブリッジにある。ストーンブレーカーは学会や産業界へ貢献しているだけでなく、彼の指導した多くの学生が学会や産業界で活躍している。主な人物を一家に挙げる。 ありがとうございます。